今回はうるま市にある宮城島に来ています。で、宮城島のぬちまーすさんです。まあぬちまーすといえばね、絶景ポイントの花風バンタがあるんですが、その前にねいくつか見どころがあるんで、そちらから先に案内したいと思います。塩ソフトかき氷、美味しそうだなかき氷でね、今日の沖縄ね晴れてたんですが、このね30分の間にねどんどんね雲が多くなって、なぜかね曇りな天気になっちゃいました。塩でですね、こちら龍神風洞っていうねパワースポットというかポイントがあるので、ね、そこにまずは行ってみたいと思います。意外とね皆さん塩のね工場見学だけでね、こういった見どころをね見逃す人がねいたりするんでね、もったいないですよね、せっかく来てるのに。こちらですね、龍神風洞。なんかガサガサって聞こえた。何かいる？どっかでガサガサって聞こえたぞ。はい、こちらですね、ぬちうなーのね敷地内の心地よいスポットのご案内ってことで、龍神風洞あります。よし、今日はねあいにくあんまりね撮影の時間がないんでね、テキパキ足早に回ります。でね、以前にもね何度か3、4回ぐらいなのかな、何度かお邪魔した場所なんで、あ、太陽出て今暑いですね。ちょうど太陽出ましたよ今。やっぱ太陽が出て暑いですね。今の時刻はまだね9時半ぐらいなんですが、あ、遠くに青い綺麗な海も見えてますね。次に向かうのがミティンウザという、まあね鍾乳洞みたいなね小さな洞窟がある場所です。暑いな、しかし30度超えるよな朝から。なんかね、うっそうとしてるんでね、蛇でもいそうで怖いな。よし。見えてきました。ミティンウザです。はい、こちら、ミティンウザ。ぬちうなーのね、敷地内の心地よいスポット。ミティンウザ。チャポチャポなってるなと思ったら、石灰岩からね雨水、水滴かな垂れててピチャピチャなってます。で、ちょっと奥に奥行きがあるかなっていうぐらいで、そこまでね大きな洞窟というか鍾乳石ではないんですが、こちらがミティンウザです。っていうか30度になってないからセミが鳴いてないの？沖縄普通にセミが鳴いてる時間帯だと思うんだけれど、聞こえないですね。なんか生き物がいたらいいなって毎回ね、来るたんびに思って探しながらね、歩いたりしてるんですがね、なかなかね生き物に遭遇しないんですよ。というか、実はね、先ほど花風番田からね見えるルチの浜っていうね、綺麗な絶景な海があるんですが、ここ来る前にね、そちら先に、うわ、クモの巣だこれ。わかるかな？やべ、大きなクモ。よし。クモの巣を避けてと。そちらにね、行こうと思ってね、3分ぐらいかな、動画を撮りながらね、獣道というか、草むらをね、通っていたんですがね、緑の蛇。まあ、あれはおそらく、琉球青蛇とかそっち系のハブではないね、やばいやつじゃない蛇がね、いてね、まあ蛇なんでびっくりしてね、一旦行くのを諦めて、こちらに来ている感じです。花利滝。こちらもね、廃所になっています。結局今、暑いな、晴れてくれるのは嬉しいけれど、めちゃくちゃ暑いわ、やばいな。でね、まあ、今が9時半ぐらいなんで、まあ10時ぐらいにね、もう一度リベンジして、ぬちの浜行こうと思っているんですが、怖いですよね、一回見ちゃうと。こちら絶景なんですが、ちょっとね、先に人がいるんでね、いいポイントからは映せないけれど、あ、風も吹いてた、気持ちいいな。あ、綺麗ですね、やっぱり青い海が。やばいな、やっぱね、こちらのね海に行こうと思ってね歩いてたんだけれど、でも泳いでる人もいるな。僕より後に向かったのかな。ねえ、砂浜には行きたいんですがね、蛇とかいるんでね、気をつけていかないと本当危ないんでね。こちらからもね、反対側の海が見えたりするポイントがあるんで、はい、花風番田のね廃所です。あ、やっぱ絶景だ。やばいねこれね、ヘリがうるさいけれど、綺麗ですよ、沖縄ブルー。サンゴ礁になってるのかな、少し。でね、あちらに見える島が浜比嘉島かな。で、平座島、石油コンビナートみたいなね、なんか丸いでっかいね工場みたいのがあるのが平座のね目印なんでね、偏座ですね。で、こちら一番高いポイントなんでね、こちらからね360度ぐるりとそっか。あー、絶景だ。まあ、パワースポットってね言われちゃいますよね。記念撮影もしたくなりますよね。でも比較的穏やかだな。なんかね、ベタなぎほどまではいかないんですが、綺麗なね海面ですよね、ツルツル。やっぱ綺麗ですね。こんだけ晴れるとね、やっぱ夏の沖縄の海最高です。あ、ジェットスキー、マリンジェットがね、もしかしたら先ほどのムチュノ浜に向かってるのかな。まだ撮影してるか。よし、次ね。あ、下にオオゴマダラ2羽飛んでますね。2匹というのか、羽だから2羽か。最高ですよね。あ、ちょっと雲が。綺麗だよね。サップも楽しそうだ、シュノーケルも。こちらリーフになってるけど大丈夫なのかな。最高だ。お、カナブンが。でもね、遊泳者がね、下に何人も降りてるんでね、ハブに噛まれる心配がなさそうなんでね、行ってみようかな。違うところに行くんか。というわけで今回はまあね、うるま市の車で行ける離島、まあ、橋がかかったね離島のねカフーバンタというね絶景ポイントに来て撮影しています。あ、やっぱ太陽出ると全然違うな。綺麗だ今日は特に。もしかしたらね、僕ね、本当に今まで何回かね、こちら来てね、写してるんだけれど、今日一番いいかもしれないな。よいしょ。というわけでね、今回はうるま市のヌッチマースの敷地内にあるねカフーバンタからお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたねー、バイバーイ。